ありがとうございます。楽しかったですか？あ、はい、なんかのダンスがともちゃんの人生を振り返っててなんかすごい感動しました。え、本当に？みんななんかダンス、はい、なんでともちゃん踊ってんだろうみたいな感覚になっちゃったかなと思って次はやめとこうと思ってたんだけど。そんなことないですよ。すごい良かったです。フォローありがとう。そしてこの間あの、はい、FNS 歌謡祭も見てくれました。あ、はい、見ました。本当にすごい良かったです。初め見るときってどう思いました？怖かった？ちょっとやっぱりあのやっぱり小室さんと共演するからすごく楽しみで、うん、またあのコラボが見れるのかなと思って。ねえ、私もね、そういう感覚だったんですよ。あのコラボが見れるのかな、ワクワクしてたんだと思うんですよね、すごく。あ、でもね、はい、リハーサルの時に何度か、あの、お会いしてね、小室さんに、はい。会った瞬間に、私はなぜかやっぱり謝ってるんですよね、はい、そこで。なんでこんなに謝るのかなって自分でも思うんだけど、それが、うん、なんていうの、なんかこう、本能的にやっちゃうこと？はい。あとはその音楽的な部分で、あのやっぱ小室さん今回ピアノ弾いてくださってるので、その歌のタイミングだったりとか、はい、音の取り方だったりとか、相当大変だったの。15、6年間もやったことがなかったから、本当初めてに近いし、うん、とかね、すごいいろんな思いがあったんだよ、あそこには。あのこれからね、いろんな意味でやっと前を向いていける自分ができたから、うん、あのいい形でいけたらいいなとは思っているのね。うん、うん、もう大丈夫だよ、ともさん元気で可愛いし。いやもうやっぱりね、人生いろんなことがあるから何が起こるかわからないけども、うん、同じ繰り返しは多分もう二度とないんじゃないかなって自分の中で少し確信持てた、自信が持てた瞬間でもあったから、うん、だからね、どうしても最後にあの握手をして謝ったりとかなんかしたかったのね。であれはあんまりいらなかったっていう風に思う人もいたかもしれないけど、私の中ではどうしても必要だったの、それは。うん、なんか本当に今となってはこう尊敬してる方だから、あのそれをきちんとファンの皆さんにも見せたかったし、自分の中でやりたかった、あれは。だからごめんね、あんなことまで付き合わさしちゃって。いやあ、あれ見ててもすごい感動しました。いろんな形で届けていけたらなと思ってます。応援してください、よろしくお願いします。応援してます。はい、じゃあ